こんにちは。今回は天神の再開発を見ていきたいと思います。最初に紹介するのは日本生命福岡ビルと福岡三栄ビルの跡地です。こちらの区画は長い間さら地でしたが、いよいよ鉄骨の組み上げ作業が始まりました。現在急速に建設が進んでいます。どちらのビルも竣工から50年以上経過していたため、2021年に解体されました。新しいビルは南側が地上15階、高さ約78メートルと、北側が地上18階、高さ約88メートルになります。地下1階から地上2階に店舗、3階以上にはオフィスが入ります。また地下2階で地下鉄天神駅にも接続します。建設予定地横の道路は舗装工事が進み、以前に比べると歩きやすい道になりました。新しいビルの完成は2025年3月の予定です。次はヒューリック福岡ビルです。2023年の秋から鉄骨の組み上げ作業が始まり、急速に建設が進んでいます。こちらでは高さ92メートル、地上19階、地下3階のホテル、オフィス、商業施設を兼ね備えたビルが建設されます。外壁のパネルには帯状に幾何学的な模様が連なるパターンを設けた見た目のビルになります。建物のコンセプトはザ・ゲートで、天神地区の入り口、すなわちゲートにふさわしい新たな拠点を形成するとされています。四季折々の花が咲く植物を低層部、中層部に設けることで街に潤いを与えます。完成は2024年12月になります。次はワン福岡ビルディングです。天神の福岡ビルなどの跡地で建設中の大型ビルの新たな名前はワン福岡ビルディングになることが発表されました。ワン福岡ビルディングは地上19階、地下4階、敷地面積8600平方メートル、延び床面積14万5000平方メートル、高さ96メートルになります。延び床面積は建て替え前より約6割増えて九州屈指の規模となります。最上層の18階から19階にはホテルが入居します。新しいビルのコンセプト、創造交差点を実現するため、人と人との出会いや交流といった体験そのものがホテルを訪れる目的となるライフスタイル型ホテルが導入されます。宿泊や食事、接待など様々なシーンで新たなビジネスや文化を生み出すクリエイティブな人たちの集客、交流を促進し、オフィスや商業などとの相乗効果を図ります。ホテルは全室バルコニー付きで、一部には中庭を備える書斎付き客室も用意されます。さらにテラス付きサウナやラウンジなど、長期滞在者もくつろげる体験型コンテンツも提供されます。こちらにはかつて福岡ビル、天神コア、天神ビブレの3棟がありました。もともとあった3棟の土地を一体的に再開発するため、基礎工事に時間がかかっており、長い間天神のど真ん中がぽっかりと空いていました。2021年11月には福岡市の天神ビッグバンボーナス認定を取得し、容積緩和制度の適用を受け、その翌月の12月には起工式も行われました。ワン福岡ビルディングの完成は2024年12月の予定です。新しいビルの開業に合わせて、西鉄は現在移転している本社機能を天神に戻す方針です。このチャンネルでは福岡の再開発状況などを配信しております。今後の活動の大きな励みとなるので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。